レオン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,801人であり、2000年の15,335人から9.6%増加した。軍庁所在地はセンタービル市であり、同軍で人口最大の都市はバッファロー市、 人口1856人である。レオン高校1846年、テキサス共和国議会がロバートソン軍の一部からレオン軍の設立を承認し、軍名はビクトリアの街を作ったマーティンデ・レオンにちなんで名付けられた。しかし、地元の伝説ではレオンと呼ばれた黄色い狼にちなんだことになっている。レオンはスペイン語でライオンである。同年2軍が 組織化され、最初の軍庁所在地はレオナだった。レオナは、軍内の南の外れにあったので、1851年に、軍庁所在地は、センタービルに移された。1886年、レオン軍庁舎が、ヒューストン市の建築家、ジョージ・エドウィン・ディッキーによって設計され、1858年に、建設され火事で焼けていた、旧庁舎の残骸も取り込まれた。 この軍庁舎は1909年当時の姿に修復され2007年7月1日に改修工事が完了した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は1080平方マイルであり、この内陸地線72平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は0.77%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。